モンチャンネルレディオ、はい、イキズムジャンボリーボリューム6終わりまして、今私たちはどこにいるかというと、羽田空港に戻ってまいりました。そして今からね、もう帰るんですよね。はい、エンダルで寂しい。ちょうどで6回目の雪ズムジャンボリー、ちょっといかがだったでしょうかって話を今からしようと思います。うん、俺の感想は、雪ズムはね毎年楽しいけど、うん、気持ちよく歌わせてもらってるけど、うん、今年はねより、うん、なんていうのかな、お客様のさ優しい眼差しが一人一人の顔見ながら俺歌ってたような気がしてさ、うんうん、優しい眼差しがなんか印象的だったし、うん、優しい目でみんな聞いてくれてるなっていうのがとっても感じてさ、そうだね、ものすごく気持ちよく、うん、あの空気に、みんなと一緒の空気に、うんうん、一つになって歌えたような、そうだね、そんな気がするよね。なんかこう一体感を感じられた時がすごく感じたね、うん、すごいあったね。まあ雪も、まあ、いつも他の仕事でも忙しいからな、でも今年はその忙しい中でもリハーサルや、うん、で個人のリハーサルや、うん、そういうことして頑張ったじゃん、うん、そういう成果が出てたなってすごい感じるし、別に上から目線で言ってんじゃないけど、うん、あの横で見てて、横で歌聞いててすごい、あ、気持ちよさそうだし、ね、私は歌ってるっていう気持ちで歌ってんだろうなーなんて思いながら俺も歌ってたけどな。まあ、実はこの1年っていうのが2022年の年は、あのはっきり宣言をして、今年はレース活動をお休みします、うん、それは目的はちょっと、あのもうちょっとそのこの雪ズムジャンボリーって第一部のトークショーもあるし、そして音楽のライブもあるけど、そのちょっとね、あの歌もうちょっと頑張らなきゃなっていうのがあったので、それに時間割くっていう意味でも、うん、あのそういうふうにやってみたんですけど、まあ、なんとか少しは進化で進歩できたのかな。な、歌なんてさ、たかが歌じゃんってよく話するじゃん、うん、だけどされど歌じゃんっていう、うん、されどの部分ってどんな世界でも難しいじゃない、うん、でもされどの部分に入ってきてさ、うんうん、スタートライン立てて、うん、これからもっと上目指すぜっていう、 そうだね、そんな気持ちになれたんだろうなと思うし、俺もそう思ったし、うん、自分のことね、うんうん、歌は難しいじゃん、ね、その雪ズムジャンボリーって一体 何をやってるかってとても分かりづらいけれども、自分の誕生日会である、自分で主催している自分のお誕生日会なんだから、うん、なんかその会いたい人を好きに呼んで、うん、で好きなバイクの話をしてもらったりとか、モータースポーツの話をしてもらったりとかで、やっぱりでも音楽をやりたいと、うん、で自分の中ではもうこの10年は雪ズムジャンボリーを頑張って年1回だけど開催してって、で自分の自己満足だけじゃなくて、やっぱ お客さんも一緒になって楽しめるイベントにしたいと思っているので、うん、なんかそのイベントとしてその、なんだろうな、完成度っていうのとも違うけど、なんかエンタメとしてちゃんと成立するように頑張って作っていこうかなって思ってて、やっぱね今までそのまあそのやっぱり不慣れな面とかもあったけど、本当今年ね、あのいろんな皆さんに協力していただいて、なんか本当ほっといたらこう物事が進んでいくような場面もたくさんあって、だからイベント自体がね、うん、雪ズムジャンボリー自体が育ってきたし、うん、一人歩きをしてくれ始めたんじゃないのかね、うん、そうだね、
だからあの俺たちの2部、うん、コモンズライブもとっても楽しかったけど、うん、俺はお客として第1部を見ててもとっても楽しかったし学びもあったし ね、 そうね、1日にねギュッと詰め込む出るイベントだから、うん、時間的にちょっと長いし、うん、段取りもねいろいろ大変な部分ってあるけど、うん、結構そういう大きなイベントじゃん。そうだね。だけどそれをねしっかりプロデュース、うん、ゆきは今年ちゃんとできてたんじゃないの、うん、ねえ、まずあの今年アナウンサーの方々、うん、あの柿沼幸子さんとそして竹内さくらさんとゲストでね来ていただいて、でそしてにゃんばちゃんでしょ。なんばちゃんもまたね第1回目からずっとだったけど、うん、なんかどんどん成長して話は最高に面白かったし、うん、みんなオートバイ乗る人でもあるじゃない、うん、話聞いててさ、うん、いやなんでこの人らこんな頭の回転早いんだって。あ、そうだね。なんでこの人たちこんな美しい喋り方ができるんだ、ね、なんでこの人たちこんなに言葉が浮かんでくるんだ、ユキも含めてね。いや圧巻だった ね楽しかったし、やっぱレース実況の話も本当楽で、何喋ったかは公開しないようにして最高だったね。本当に面白かったよ、裏話も含めて、うんうん、そういうのはね、ユキズムに来てもらってくださった方々だけが味わえる。そう。そしてあの、ね、企画であの妄想、選手紹介と妄想、表彰式っていうのをやったんですけど、お客さんにあの紙書いてもらって好きなゼッケン番号とあとチーム名とお名前と、うん、でそれをあのいつもですモテギとかで、いろんなサーキットでやっている本物のアナウンサーがあのその体で、ね、やってくれると、もう いきなりあの横浜の日の出町のあのいかがしい界隈の、元ダンスホールのライブハウスが突然ツインリンクモテギのあの表彰台のようにね、うん、ガラッと空気感が変わってね。だって最高だった、ね、本物のレーサーが来てくださってたから。あ、そうね、でっかい。そう、あのシークレットゲストに実はあの浜原総道くんがね来てくれて、で総道くんも実は第1回目のシークレットゲストっていう感じで来てもらったけど、その時は吉村に乗るっていう時かな確か、うん、だったから今よりもちろん知名度もなくて、でも今やね今をときめくスーパースターになって、それでもねちょっと遊び来てよって言ったら来てくれて本当ありがたいね。ね、喋りも面白いし上手だから、うまい、テレビに出たらっていう感じだよな、ね、だって大きくてかっこいいじゃん、ね、そうなの、目立つし、ね、そう、うん、テレビで見たいな総道くん。さあそれではいよいよグリッド整ってまいりましたので、スターティンググリッドを紹介をしてまいりましょう。雪ズムジャンボリーボリューム6、ポールポジションを飾りますのはゼッケン74番チームグーバイクから山中貴康今シーズンかなり調子のいい走りを見せています。そしてフロントのセカンドグリッド、山中にマットをかけることができるか、ゼッケン12番ユーランド上田武史そしたらこうです。おお途端にかっこよくなる、プロっぽい。まずこうやって全部あの腕を見せて下に向けて吹くことでガスが上に溜まるんで最後まで液体を使い切れるんですよ。おお泡しか出ていかないんで、あの多分4秒ぐらい終わっちゃうんですけど、これは最後まで使えるんで、でこうやると、まあ、出し切れます。一人も長いいいこと聞いたまあでもある程度タッパがあればって話なんですけど、まあ、大体表彰台って上の方にあるんで、はい、そうやって横の人にこうやってかけれます。じゃあ次回あの美里さんはぜひそのやり方でぶっかけてくださいちょっとさあそれでは総道選手にお呼び出しはしていただきましたので、ここから表彰式を始めていきたいと思います。雪ズムジャンボリーボリューム6、見事トップ3を獲得されました皆様です。まず優勝はゼッケン23マリノス志村慎司選手、おめでとうございます。続いて
第2位はゼッケン314チーム IOM 小列根国光選手。そして第3位はゼッケン216早い人高橋隆弘選手。おめでとうございます。そしてここでですね、はい、さあそしてここで一言ウィナーズインタビューいきたいと思います。竹内アナウンサーお願いします。はい、それではお気持ち聞いていきたいと思います。素晴らしいレース展開でしたが、優勝した今のお気持ちお願いいたします。信じられないです。やってみたい。さあ最後まで競り合ったそんな最終ラップでしたが、表彰台見事に獲得おめでとうございます。はい、お客様のおかげです。見事メーカーを背負った戦いでした。さあそして見事表彰台第3位を獲得いたしました。おめでとうございます。来年は勝ちます。代表表彰台からお届けしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあではシャンパンの方も皆さん行き渡っているようですので、では準備をしていただいて、結構これコルク抜けないんですよね。抜けないですね、はい、まずひねってそこから親指で押すといいです。そうです、はい、じゃあひねって親指でやっていただいて、総道選手が言ったようにちょっとお尻を上に上げていただいて、さあ行きますよ。準備よかったら行きたいと思います。皆さんどうぞ大きな拍手をお送りください。シャンパンファイトどうぞ。どうぞ大きな拍手をお送りください。はい、ありがとうございました。こうそれを支える裏方というかね、カメラマン陣もね、楠堂さんもで、実はね、あの去年お願いしてたあ のぞみんちゃんってね、カメラマンさんも途中あのちょっとだけだけど来てくれて、のぞみん大好き。急になんかあのね、楠戸明のアシスタントみたいに海外しか働いてくれないなんかして、あの笑顔を見るとなんか嬉しくなるよ ね。 ね。であとね、動画もあの安川さんといって、やっぱりあの元同業者だけど、あお世話になりました。本当に本当にあのお願いしてほっといてたら全部やってくれる感じで、ね、うん、なってきて、ね、お客さんもそのもちろんあの第1回目から割とレギュラーで来てくださるお客さん、あと今回初めて来てくださるお客さん、いろいろだったけど、なんかね、あの多分初めての方なんか特にあの常連さんばっかで、その世界に入っていけるか心配って、あの、まあ、思いながら来てた人もいたかもしれないんだけど、なんか見てたらね、自然とこうみんなワイワイ、いろんな知らない人同士でもお話とか弾んだりして、だってやっぱさ、ライブに行く、ライブハウスに入る、ライブハウスの暗い階段を上る、下がる、すごい気力と体力が必要なんだ、勇気がね、勇気が必要だから、知らない世界だしね、その一歩を踏み出してくださった人たちって本当感謝だしさ、ね、ありがたいし、ね、俺たちは幸せだよな、ね、まああのこんな感じで雪積むジャンボリー、あの謎のイベントですけど、またあの来年ボリューム7ということで、あの元気にみんなであの生存確認の会ということでやりたいと思ってるので、まあ、ぜひですね、来年いつかな、2月の17だったかな、ちょっと分かんないけど、土曜日にやろうと思っているので、ぜひですね、皆さん覚えておいてください。2月は横浜で会いましょう。今年もありがとうございました。ありがとうございました。取れてなかったとか言わないで。可能性はなくはない。